コルセアは1963年10月の英国国際モーターショーで発表された英国のイギリスフォードが製造していた中型車であり1964年から1970年までセダンとエステートが販売された。コルセアにはコーチビルダーのクレイフォードで製造されたコンバーチブル版もあり非常に希少でクラシックとして珍重されている。 セダンには短期間いくつかの輸出市場向けに2ドアが設定されていた。コルセアは強化されたフォードコーティナマーク1の床構造をもとに設計され、コーティナとは多くの機械部品とボディ部品を共有していた。コルセアは鋭い水平の V 字型をボディ側面先端で形成し、そこに丸型ヘッドライトを抱え込んだ当時としては普通ではない大胆なスタイルをしていた。 これはコルセアに空力特性が優れているかのような外観を与えており、Z 機のようなスタイリングは微翼にヒントを得た、鋭く尖った縦型の微糖を持つ、車体後方まで伸びていた。スタイリング全般は明らかに1960年代初期のフォードサンダーバードから派生したものであったが、その特徴を英国のファミリーカーに取り入れたことによりその視覚的な印象は、 英国人好みのものとなっていた。コルセアの標準モデルと GET モデルには、当初より小型のフォードコーティナにも搭載されていた、60HP の単装キャブレター付きケントエンジンが提供されていた。1964年に、双子のトニーとマイケル・ブルックス兄弟のチームは、ケントエンジン付きのコルセア g t で 24000km を平均速度時速 160km で走り、 排気量 1500cc 以下のクラスの13の世界記録をイタリアのモンツァで樹立した。1965年にモデル展開が見直され新しい V 型4、気筒エンジンが追加されたがこのエンジンはアイドリングがラフで走行中も粗雑な反応であったためコルセアの特性を伸ばすのではなくかえって阻害されたという声が多かった。この V 型4気筒エンジンは 最初 1663cc の排気量であったが、あとの1966年により、大きな2リットルも提供されるようになった。V4 エンジン搭載モデルの市場での歌い文句は、見られるのではなく、聞かれる車というものであったが、これはエンジン生来の個性から思いついた広告屋の大げさな不意調だった。 コーチビルダーのアボットにより製造されるエステートが1966年3月のジュネーブモーターショー前日に追加され、1967年には小型のコーティナと同様の豪華仕様が、車体側面のクローム装飾、特徴ある、ホイールカバー、ビニール張りの屋根、豪華になった内装を装備して 2000E の名称で登場した。1967年の 2000E の価格1 0 8ポンドは、 競合車のローバー2000の値引き後の価格を考慮して、価格決定がされ、この車の導入により、英国の4気筒エンジン高級セダンの新しい市場での位置づけを確立した。コルセア 2000E は、ローバー2000の1357ポンドから十分な値引き額を引き出し、それほどは強気でない価格設定のハンバーアセプターは、あと2047ポンドという広告価格をつけた。 2.0リットルの V4 エンジン搭裁判のコルセアの性能は最高速度が時速153キロメートルという失望するものであった。愛好家たちが性能向上の方法を模索する一方でコルセアは時速129キロメートルで走行中にその設計の車体全部が安定性を失わせるほどの揚力を発生するという話が広く蔓延した。 この話は単なる都市伝説以外の何者でもなく、実際に、モン下での世界記録樹立時、何時間にもわたり、車体が浮き上がる気配すら見せずに、時速160キロメートルの速度で走り続けた。1971年に、コルセアは当時大型化して、フォードの中型車となっていたフォードコーティナマーク3に、取って代わられ、その下のクラスは新しい小型車である。 フォードエスコートが受け持った。ヨーロッパフォードの高性能、スポーツ性を表彰するモデルは、新型のフォードカップリがこれを担った。6年間にわたる生産期間を通して31万台のコルセアが製造された。セダンフロントセダンリアハッチバックリア1989年から1992年にかけて、コルセアの社名は、ボタン計画という車両共通化の構想の下で、 オーストラリアのフォードで、日産、ピンターラのマイナーチェンジ版の名称に使用され、セダンとハッチバックモデルが提供された。コルセアは2.0リットルの GL と2.4リットルのディアが選択できた。この車は日本から輸入されていた、フォードテルスターを代替することを意図されていたが、この2車は数年の間、フォードの車種内で並行して販売され、 テルスターは高性能ハッチバックモデルの TX5 のみが提供された。1992年に日産自動車がオーストラリア工場を閉鎖した時に販売モデルから落とされフォードの提供する中型車は輸入車のテルスターとなり、1995年にモンデオに代替された。ありがとうございます。